団長様、やっといらっしゃいましたね。お会いしたかったです。待ちくたびれたんじゃないか。落ち着かなきゃ。せっかく会えたんじゃ。ゲーム、一番優しいものを覚えていらっしゃいますか。私たち、そうですか。ご説明はお任せあれ。それが人を見た？傭兵かな。ま、傭兵にしちゃいい顔してるじゃない。傭兵です。まだひよっこですが、猫探し、配達、警護、どんな依頼でも構いませんよ。あらあら、そういえばこの間イヤリングをなくしたのよね。団長様、私たちがなぜここを訪れたのか。最強の傭兵団になるため。そのためにまずは仲間を増やそうって話をしたじゃないですか。おっと、隊長は些細なことは気にすんなって。レディのお相手はこのカーソン様に任せな。さて、美しいレディ、なくしたものは俺が必ず見つけて差し上げ。ふざけないで。一体何時代から来たの。顔がダメなら口を閉じてればいいのに。はあ、どうして俺だけこんな扱いなんだ。俺と隊長のどこが違うって言うんだよ。それはもちろん顔ですかね。はあ、俺の顔が何だってんだよ。この顔ならそこそこイケてるだろうが。怒らないでください。それにそんなうぬぼれてるところも団長とは大違いです。お前ビビリの癖して言いたいことはズバッと言いやがって。それこそがリディアを仲間にした理由さ。さあ、エリーンがまた怒る前に出発しよう。目的地はこの町の酒場だったな。いい仲間との出会いを期待するとしよう。もう、どうか今度こそは常識人の仲間が見つかりますように。